はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの U1A が届いております。東京のスタジオからまとめて、6台買い取りしたうちの1台ですね。その1台がこちらです。はい、ここに赤いシールがありますね。飲み物を置かないでくださいという、飲み物を置かないでくださいパート2ということで、先ほどこちらで撮影した U1A ですけれども、こちらにも同じシールがありましたので、それとごっちゃにならないので、まあ製造番号で見たら分かりますけどね、飲み物を置かないでくださいパート2ということで、こちらのピアノはそのようにね、言っていただきましたらピンときますからね。はい、まあ教室にあったピアノなので、よくね、使われていて、この響板の鳴りとかはね、すごくどれもいいんですけれども、まあなんせ傷がひどいですね。公共のところにね、置いてるとどうしても乱暴に扱っちゃうのかなということでね、ポツンと行っちゃってます。どうしても右側が多いですね、今まで撮影してると。これ4台目かな、さて5台目かな、撮影ですけども、蓋の上にこのようにね、傷は、擦り傷はいっぱいあります。はい、いい状態ですね。中見てみますね。 U1A4364391 と、これ製造番号でいうと結構新しいんですけどね、古くないんですが、やっぱり消耗が悪いところ全部直しますからね、そこはそこは安心していただきたいです。中身、特に中身はね。で、外装はこの傷を直さなくていいと言っていただけたらガツンと安くします。ヤマハのね、 U1A がですね、この値段っていう、信じられないような値段にしますから言ってください。その方がうちは助かります。あ、ヤマハの音、しっかりしたヤマハの音。なぜあなたなのか分かりませんけど、ふと降りてきました。はい、ヤマハの U1A の飲みのものを置かないでくださいパート2、しつこいですね、こちらの方のピアノのご紹介でした。それではさよなら。